伊予の国愛媛。愛媛県は北に美しい瀬戸内海の島々、西に黒潮を洗うリアス式海岸の美しい海岸線に囲まれ、そして背後には万葉の昔から伊予の高根と呼ばれた西日本第一の霊峰石鎚山を控えています。その変化に富む地形が織りなす四季折々の美しい自然の移り変わり、ロマンティックな旅へと誘う素朴な人情、歴史と伝統、今あなたを四国愛媛西瀬戸ロマンの旅へご案内します。四国一の大都会松山は美しい城下町です。松山城は380年前に築城、その後再建されたもので、天守閣をはじめ21棟が国指定の重要文化財となっています。春や昔15万石の城下かなと正岡子規が歌った松山は、子規をはじめ夏目漱石、一茶、虚子など文学を愛する多くの人々を引きつけ育てました。市内には神代の昔から湧く天下の名湯道後温泉があります。午前6時半の開館を知らせる太鼓の音。道後温泉本館は明治27年に建てられた城郭式の3階建てで、夏目漱石の坊ちゃんがこよなく愛した温泉です。本館内には皇室専用の湯殿の有神殿があり、見学することができます。こちらは桃山時代風に作られた優美な御休憩室。漱石が愛した坊ちゃんの間、湯の町情緒が漂う道後は見どころもたくさんあります。スタンプを押しながら回ると道後村名誉村民賞がもらえる道後村めぐり、その道後村めぐりの一つ、日本には3社しかないという八幡造りの重要文化財伊佐庭神社。同じく道後村めぐりの代表格、四季記念博物館、昭和56年春オープン。松山に生まれ近代俳句を確立した正岡子規の全貌を遺品などとともに分かりやすく展示してあります。正岡子規は22歳で喀血し、30歳の頃には
カリエスになって寝たきりの生活を強いられ、激痛に襲われながらも凄まじい精神力で文学に打ち込み、36歳という若さで短い生涯を閉じました。四国霊場51番の札所石手寺。四国は千年の昔に始められた88箇所お遍路の島です。その霊場巡りもまた心安らぐ旅情を味わわせてくれます。石手寺七不思議の一つ、道後の湯の湧く音がするという湯音石。ビンゴガスリ、クルメガスリとともに日本三大ガスリの一つとして松山を代表する特産品の伊予ガスリ。織りなす藍の色合いと木綿の肌触りが日本人の心をよみがえらせます。伊予ガスリ会館ではかすりに関するすべてを展示、実演販売をしており、藍染めの体験もできます。松山市から車で30分余り、山あいへ向かって走ると210年の伝統を持つ砥部焼の里があります。街中には今でも70余りの窯元が点在し、昔ながらの伝統が引き継がれています。全国の焼き物の中で6番目の国の伝統工芸品に指定されています。ここでも体験ができます。砥部焼は美しく清楚な白磁の肌と厚手の作りが特徴です。愛媛県立砥部動物園、哺乳動物の数が多い点では全国でも有数の動物園です。周囲2キロの伝説の小島、北条鹿島。北条市から渡し船でわずか4分、野生の鹿も住み、海辺の楽しみを存分に味わえる夢の島です。今治市からほど近い渦潮を逆巻く来島海峡。この辺りはかつて水軍と呼ばれた海の男たちが活躍した舞台です。武人の神、海の神として崇拝されてきた大山積神社。樹齢3000年、天然記念物のクスの巨木。この本殿の隣にある国宝館と使用殿には、全国の国宝重要文化財の約8割にあたる武具甲冑類が奉納されています。歴代の朝廷や武将からの奉納品の数々、珍しい女性用の鎧、大山積神社のある大三島を含む広島、愛媛の間に連なる芸用諸島。瀬戸内海でも
最も島が多く美しい景色を誇るところです。やがてこの島々を結ぶ夢の架け橋によって広島と愛媛が一つにつながります。海ありて伊予豊かなり、愛媛は新鮮な海の幸の宝庫です。今治市から南東には約10キロにわたって美しい砂浜と青い海が広がります。約3000本の追松が並木を作る国指定の名勝地。この近くでは名物の天然のサウナ石風呂が楽しめます。今治市から車で20分余り、静かな谷間に潜む丹生川温泉。歴史も古く、江戸時代には今治藩の湯治場であった秘湯です。ここの湯はラドンを含んだアルカリ性単純泉で、肌を美しくする効果があり、女性には絶対見逃せない温泉です。名物イノブタ料理と海の幸の数々。四国一の大渓谷オモゴ渓、断崖絶壁、淵や滝、奇岩が随所に見られる景勝地で、渓流釣りやキャンプ、ハイキングと山のスポーツを堪能することができます。紅葉の美しさは全国に知られています。標高1200メートルから1500メートルに広がる雄大な四国カルスト高原。山口県の秋吉台、九州の平尾台とともに日本三大カルストの一つに数えられています。大小無数の奇怪な石灰岩が見せる幽玄なる表情。愛媛、高知両県にまたがる東西25キロの霊峰石鎚山系。石鎚山は標高1982メートル、西日本で一番高い山で、全国七霊山の一つ、古くから山岳信仰の霊場として知られています。かつて女人禁制でしたが、今では登山ルートもでき、老若男女が山頂まで登ることができます。
奇岩と原生林に彩られた渓谷美を見せる富里渓谷。弘法大師も戻って見とれたという川面から60メートルの絶壁戻りヶ岳。ダムの完成によってできた美しい人造湖金斜湖。湖底には平家の子孫と伝えられた160戸の民家も眠っています。30万本の可憐なコスモスの花が咲き誇る水馬峰。伊予三島川之江地方は水引きの産地です。水引きの伝統工芸師井原時三郎さん。水引きだけで見事に作り上げられた虎。全国名水百選にも選ばれた水のおいしい城下町西条。豪華なだんじりが勢ぞろい、元禄絵巻が繰り広げられる西条祭り。こちらはお隣の新居浜太鼓祭り。どちらも歴代の藩主に保護奨励されて盛んになったもので、数多い日本の祭りの中でも最も大規模な祭りの一つとなっています。かつてろうそく作りの町として栄えた内子町。四国で初めて重要町並みに指定された通りで、今でも江戸時代から明治にかけての古い建物が残っています。美しいナマコ壁、紅柄格子に仕留み戸、その代表格の豪華な蔵を持つ上羽賀邸。裏庭には木楼資料館が公開されています。近くには大正5年に建てられた古い劇場内子座があります。かつての農村歌舞伎の伝道を復元したもので、当時の面影を忍ばせてくれます。今でも娯楽の殿堂として利用されています。和ろうそく作りの昔ながらの技法を今も伝える五代目大森弥太郎さん。少しずつつけては乾かし、それを繰り返しながら蝋を太らせていく手間のかかる仕事です。国の伝統工芸品にも指定されている手すきの大洲和紙。大洲和紙は大洲藩の貴重な財源として、その保護奨励のもとに栄え、今なお守り伝えられています。
七湖から車で約20分余りのところには伊予の小京都と呼ばれる静かな美しい町大洲市があります。大洲市は肱川の清流が町の中央をゆったりと流れる美しい城下町です。我流三宗、生糸や和紙の貿易で富を得た高知虎次郎が建てた別荘です。京都や神戸の名工を呼び寄せ4年の歳月を費やして築いたもので、日本の建築美や庭園美が随所に見られます。大洲は冬の朝、一面に立ち込める川霧の美しさでも有名です。夏の風物詩、鵜飼。あ、落とした。取った。古来より岬十三里と呼ばれてきた佐田岬への国道メロディーライン。日本一細長い半島です。四国の最も西の端、佐田岬。天気のいい日には大与海峡を隔てて九州の島影も見えます。宇和海に面する海岸は典型的なリアス式海岸のある景勝地です。日本一の品質と量を誇るみかん。大自然の恵み豊かな愛媛ではみかん狩り、りんご、ぶどう、梨狩りなどが楽しめます。 JR 予算線の終着駅宇和島、九州大分への連絡船なども通う南予観光の拠点です。宇和島は明治に至るまで伊達十万石として栄えた城下町です。伊達博物館では伊達秀宗の入城以来の調度品や武具、美術品、資料などを見ることができます。これは当時の化粧用具。そして洗面具です。800キロに余る巨牛が激突する宇和島名物闘牛。頭が鬼、胴が牛の怪物牛鬼。
沸き肉躍る南国の夜は旅情を嫌が上にも盛り上げてくれます。四国最大の日本庭園南楽園、10年の歳月を費やして建設されたもので、約150種18万本の木々が植えられて、四季折々の美しい花が咲き誇ります。この辺りは世界でも有数の真珠の生産地です。南楽はアウトドアスポーツの楽園です。四国一の規模を誇るレジャープール、全国でも珍しい海上ロープウェイ、250メートルの上空から見下ろす美しい宇和海の眺めは旅の疲れも忘れさせてくれます。西海鹿島、その昔宇和島藩主の狩猟地として一般人の立ち入りが禁止されていた島で、今でも動植物が自然のままに残されています。昭和46年、日本で初めて海中公園に指定された宇和海海中公園。宇和海一帯は磯釣りや沖釣りの好漁場で、民宿も多く、海の幸をたっぷり味わうには最適のレジャー地です。美しく透き通る海、そこには旅の心を魅了する神秘と幻想の世界が広がります。海に山に渓谷に恵まれた地形が織りなす自然の芸術、四季折々の風物があなたを豊かな旅情へと誘います。ロマンと伝説を秘めた伊予の国愛媛、今あなたの旅が始まります。